We drink a lot of coffee. Okay. Yeah. And Japanese people don't drink coffee. And Japanese people don't take pulla. When I was in Japan, I never got pulla. Just coffee. ね、あの、カジさんは日本にね、住んだことがあるんですね。あの、まあ、ご主人様も日本人なので、富山でしたっけ？ねえ、富山にね、いらっしゃる。で、日本に行った時はコーヒーいかがって言ってコーヒーを出すんですけど、あのコーヒーだけでしたと。オンリーコーヒーで。フィンランドオルメスフィンランドスケット。あのコーヒーって言ったらコーヒーとパンとあとビスケットがね、必ずって言っていいぐらいつくと。カルチャーの違いですね。In Finland, we think when guests come, we make smaller. But for family, we make bigger. いや、あのゲスト用に作るときは小さくして、家族で食べるときはでかいのよって言ってますね。フィンランドはこういうあのセントラルヒーティングがね、結構どこの家にも、どこの家にもとかこうあの集合住宅というかあって、まあ、大体この安定していると、だから、あまり空気あの天気とかやっぱり影響するけども、それなりに安定してできると、でも日本で作る場合は、やっぱり湿気も違うし、温度も、あとオーブンの大きいのがないので。そうですね、マイクロウェーブにオーブンがついてるようなね、ちっちゃいのしかないから難しいねって言ってますね。いや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 、あのガスレンジのところに、いやー、That was so good. すごいですね、魚焼きグリルっていうんですかね。いやー、それはすごくいいわって。We had this long fish and we just put the soup coming in. Yeah, fish very smell and very なんだ。Yeah. We don't want many なんだ煙。Yeah, yeah. No fat, you know. It was grill, like a grill. Yeah, grill. Yeah. Yeah, that was so lovely. So lovely. We don't have I don't have. Yeah, Finland にはないんですね、そういう。ね、ないんですね、まあ。Always we could learn from other countries. But we have big oven. Yeah. そうですね、大きいオーブンがありますね。But it's more trouble. It takes time to heat up and all. But this little thing came so quick. Japanese 漬物。漬物の漬物。漬物が多いです。びっくりする。ジャパニーズピックリスですね。漬物なかったもん。なんだ。なんかないよね。そう、カヤスさんは日本にで住んでいらした頃は、あのフィンランドの文化とかフィンランドのクッキングを教える先生もやってたんですよね。With Papa。Papa。Papa と一緒。Explain Japanese。Yeah, we make Karelian pie. うん。There was such a big kitchen in Japan. Many people came to housewife. Like some city kitchen. I don't know what. So you cooking school? Like a cooking school? Yeah. In Finland, we don't have like many foreign students come. No, we don't have. Oh. Only real cooking school. Yeah. But not like hobby. No. So there were so many housewives came to cook and they were so happy and we had good time. 日本はあのそういうクッキングスクールみたいなところで教えてたんですけど、たくさんオーブンもあり、まあ、人もいっぱい来れてですね、やっぱ見学できるような感じで、フィンランドはそういうとこないのよって言ってますね。Yeah,
何スクール、コーネリアルスクール、リアルスクールしかね、学校にしかないとね、そういうあの many ladies あー、いやー so, in Japan there's many households、so. あー、いやーあのこれ文化、文化というかお国柄というかフィンランドはみんな働いてるんですよね。ただ当時 の, あの日本、まあ、十数年前ですよね。その時はハウスワイフっていうね主婦の方が多くて、その方がこういうフィンランドのこういうクッキングを習いに来たと。でもあのエクストラいやねえ、あのそう主婦の方が習いに来たら、そういうホビーっていうか趣味で料理教室習いたいっていう人が多かった。フィンランドはみんな働いてるので、そういうのがリアルなこの学校でしかそういう大きなキッチンが、キッチンがあるところがないっていうことね。フィンランドのフィニッシュピーポーエブリバディワーキングYeah, this is normal. フィンランドの人たちはどうやって寿司を作るのとか、ジャパニーズのそのクッキングをいろいろ学びたいと思ってるけど、そういう場所がないっていう。Because all mothers are having a car.
日本愛好を魅力化バイシクルチュールピアスリースリーチュールディスリートのバイシクルジャパニーズベルソーカインド Even the doctor, I meant doctor Are you the one with the green coat? Green coat It was very good quality, I used many years いやいい思い出がたくさんね、そうめにグッズ、目のいい。ジャパニーズベルソーファンで。日本ではとてもフレンドリーでいいですよと。おっしゃってますね。ありがとうございます。